どうもこんばんは、あおさんの休日のあおさんです。最近私は YouTube の動画作成よりももっと他のことにかなり時間を費やしております。毎日毎日 YouTube のことを考えているんですけども、もっと登録者数を増やすことはできないのか、もっと再生数を増やすことはできないのか、いろいろと考えた結果、ある一つの結論に至りました。今日はそちらの方をご紹介しようと思って撮影をしております。私が出した結論、それが字幕です。 YouTube に動画を上げると日本語の字幕が自動的につけられるんですけど、一度そちらの字幕を見てみたところ、とてもじゃないけどその字幕から英語や中国語に翻訳することは無理だと判断しました。視聴者さんの数が、単純に増えれば登録者数や再生数が伸びるんじゃないかなと思って、今回翻訳、こちらのやり方をご紹介しようと思っております。今から前回使った Windows Capture でご紹介をさせていただきます。Windows 10であれば Windows Capture のやり方は Windows ボタンと、G ボタン、こちらを両方押すことによって Windows Capture を起動させることができます。それではまず自身の YouTube スタジオに入っていただいて、一番左側にあるこちらの字幕を選んでください。字幕に入っていただくと、今まで自身がアップしてきた動画の一覧が出てくるので、字幕をいじりたい動画のタイトルを押していただきます。そうすると、今現在設定されている字幕がこちらに出てくるので、この日本語括弧自動っていう列のこの点点点オプションというところですね、こちらをクリックしていただくと3項目出てくるので、もうこの出てきた字幕を削除してください。ですが、一度YouTube が作った自動生成された字幕というのもちょっと見ていただきたいので、一度どんなものが付けられたのかちょっと開いてみます。まずムード、うぜえ、青さんの休日のパワーさんですとかわけのわからない字幕がついてます。最初の方に述べたとてもじゃないけど翻訳ができないというのがこちらでお分かりいただけたかと思います。それでは先ほどの画面に戻りまして、こちらの字幕を削除、一旦字幕を消します。そうするとこちらに追加というふうに変わりますので、項目がここを押していただくと新しい字幕を生成する、いろいろ出てくるんですけど、こちらをクリックします。で、こちらに自動生成また新しくされたものが出てくるんですけど、この下のところに行けば文字起こしテキストのタイミングを設定するという項目が選べるようになりますので、こちらをクリックします。で、文字起こしのテキストのタイミング設定、エディターに切り替えるといろいろ出てくるんですけど、これは無視して破棄してください。そうすると、このように文字を入力できる画面に来ますので、こちらを再生しながら、自身が喋っている声や字幕をここに延々と打ち込んでいく作業をやります。ではそちらの方も今からお届けします。それではここから音声別撮りでお送りいたします。視聴者さんにも分かりやすくキャンプ動画でこちらの方をご説明しようと思います。まずこちらに入力する言葉は、自動生成されるつもりで、入力した方がいいです。私は関西出身なので関西弁がかなり強く普通に話してると出てしまうんですけど、そちらの方も、方言はできるだけ使わないようにしてます。あとは、あまり難しい日本語を使わないというところが重要かなと思います。訳しやすい言葉にして打ち込むことが、ここは非常に重要かと思います。字幕であっても一応こちらの方に入力して、実際喋ってる言葉もこちらに入力をすると
両方の言葉がすべて自動生成されるという仕組みになります。入力がすべて完了しましたら、タイミング設定ボタン、こちらをクリックします。こちらを押すことによって、先ほど入力した日本語がすべて自動的に指定の位置に配置されます。注意点としましては、動画内で喋っていないと位置合わせの精度がかなり悪くなります。動画の長さにもよりますが、ある程度時間が経てばこちらのボタン押せるようになります。こちらを押していただくと、先ほど自動で位置合わせをした画面に移動しますので、ここからが非常に時間を要します。自動で位置合わせをしたと言ってますが、かなり精度がいいところと悪いところがバラバラに出ますので、動画を再生しながら確認をしながら、その表示される字幕の長さをこちらの方で設定をしていきます。クリックをしながら字幕の長さを移動させる方法と、あとは実際の分と秒を入力することによって字幕の長さを指定するやり方が2通りありますので、やりやすい方でやってください。すべての字幕の長さの指定が終わりましたら、こちらの右上にある編集内容公開、こちらのボタンを押すことによって、だいたい作業が9割ほどこちらで完了いたします。公開ボタンを押したところで、こちらで実際の字幕の確認をすることができます。私はあまりここで確認はしないです。YouTube の実際の動画を見て、いつも確認することが多いです。自動生成したい言語を今から動画の中に作っていきます。こちらの言語追加ボタンを押すと、中に様々な海外の言葉が入っているので、字幕を作りたい言語を選んでいただいて動画の中に追加していきます。インターネットの普及率等で決めてもよし、あとは人口の多さで決めてもよし、こちらは好きな言葉を入れて大丈夫です。それでは実際に翻訳の方をやっていきます。追加ボタンを押していただくことによって、新しい字幕を作成するというのが出てきますので、こちらをクリックします。自動翻訳ボタンを押していただくと、かなりスピーディーに翻訳されますので、その後こちらの公開ボタンを押してください。そうすることによって翻訳が完了いたします。この作業を延々と繰り返していく感じです。私は当初字幕5カ国ぐらいでやろうかなと思っていたのですが、今では12カ国分の、翻訳を作ってます。気になる方はぜひ実際に見てみてください。動画のタイトルと説明欄には、非常に残念なことにこちらの自動生成の翻訳が使えないので、先ほどの機能をうまく使って私はコピペで入力をしております。動画の説明欄の翻訳は作る意味があると思うんですけど、タイトルは実質問題どちらに表示されているのかが全く分かりません。海外のサーバーから入ったらもしかしたら表示されるのかもしれません。
それでは実際に YouTube ページから自身で作成した字幕を確認していきます。まずこちらのボタンを押していただくと字幕のオン・オフができます。その隣にある歯車マークを押していただくと、こちらに言語がたくさん出てくるので字幕として出したい言語を選んでいただいて再生ボタンを押すと実際に翻訳された字幕が出てきます。で、こちらの点々マークを押していただくと文字起こしを開くというものが選べます。こちらを選んでいただければ分数をクリックするだけで見たい言語字幕を確認することができます。こちら非常に便利な機能なのでよく私も使っております。翻訳を追加ボタンを押していただければそのまま YouTube スタジオの自身のページに飛ぶことも可能です。いかがだったでしょうか。よりたくさんの方に見ていただきたいという思いからこちらのやり方を調べて動画にいたしました。もちろん見ていただくための工夫も最低限必要かとは思いますが、それはこれから考えていきます。私のチャンネルは海外視聴率が 15% ぐらいあるチャンネルなんですけども、キャンプとアクアリウム結構海外の方に見ていただけているようで非常に嬉しいです。こちらの動画の内容良ければ評価、あとはチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。青さんの休日でした。ご視聴ありがとうございました。